兵様が持っている百鬼契約書が光っています。もしかして力を取り戻しつつある生命様にこうしているのかも。早速開いてみましょう。急に寄りつけ、丹念、ハッ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 。どうかしたの？なんでもない？この百鬼契約書を見れば契約済みの式神の状況を確認できます。いくら探しても琥珀は入ってませんよ。なんといっても特別な式神ですからね。
御霊はこの世に漂う様々な霊魂から生み出されたものです。この御霊には各種の特殊能力が備わっていて、式神との組み合わせにより違った効果を発揮できたりするんですよ。私には9つの命があるんだにゃ。新鮮な血。リン、逆救急如律令。水であなたの罪を洗ってあげます。ここの香り、水の中とは違うんですね。一つのエピソードが終わったら、探索マップの未開地が開放できます。生命様、早速救命猫が残した探索ダンジョンに挑戦しましょう。ここでは式神を育てるための進化素材も入手できますよ。そういえば生命が仇なんだって誰が犬神に教えたのかしら。目覚めよ、時は来た。狙いは禁物だ。
きあらず強襲。ジュフタイム。バッチョこうしてよ、救急如立よ。バッチョ！まだまだにゃ！
目覚めよ、時は来た。私と共に戦ってくれ。生命様、急に強い陰の気を感じました。暦からすると、もしかして百鬼夜行が現れたのかもしれません。見に行きませんか？今
そうだな。たまには歌を読むのも悪くない。我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ、生命は殺させない。あれは呪術。ダメだ、カグラ。カグラさん、そんな力は。Thank you.
や、何やらお客さんみたいですよ。おい、白無常、本当にこんなところに評判の陰陽師がいるのか。そのようだな。少しは背筋を伸ばしてください。黒無常、すでに生命殿の敷地に入っているのですよ。なるほど。ではお前たちが噂のあの世への案内人、鬼使いというわけか。冥界の裁判官である閻魔様のしもべ、しがない宮遣いではありますが。そんな人たちがここに来たということは、まさか生命がもうすぐ？違います。私たちが連れて行きたいのは、ある行き過ぎている老婦人なのです。もうとっくに死んでるはずのばあさんなんだがな、いつまで経っても黄泉の国に来ねえのよ。おまけにそいつの住まいに怪しい気配、陰の気が立ち込めてて、嫌な匂いがプンプンってな。黒無常、私たちは生命殿に調査をお願いしに来ているのですよ。なのにあなたと来たら、その軽口、失礼だと思わないのですか。ふぅ、お前は生前からそれだ。堅苦しいし口うるせえし、俺はこっちの方が話しやすいんだよ。別にいいじゃないか、弟よ。黒無常、仕事中はそう呼ぶなと、あれほど私が。兄弟喧嘩ならよそでやってもらえますと。つまるところ、お前たちは頼み事をしに来たというわけか。お恥ずかしいところをお見せして申し訳ありません。あやかしが関わっているとなれば、希代の陰陽師であるあなたなら見事解決してくださるのではと。それに昔からそういうことをしてたんだろ、そう聞いてるぜ。その生命様には以前の記憶がなくて。まあ断る理由もあるまい。困っているものを放っておけぬだろう、お主は。そうだな、陰の気が立ち込めているというのも気になる。じゃあ行ってみましょうか、そのおばあさんの住まいに。この先にあるのが九段の老婦人の屋敷です。うひゃー、琥珀でもビリビリと感じますよ。すごい陽気です。でもなんだか切ない気配、なんだろう、怒りや悲しみがごちゃ混ぜになってる。確かに空気がよどんでるな。俺たちを歓迎しない奴もいるようだぜ。うん、犬神。我は生命殿の式神、その恩義を守るのが役目。生命殿に受けた恩、今こそ返しましょうぞ。目覚めよ、時は来た。新鮮な血。この。いけ。どうせ強い。琉球如立よ。バッチョ。この。呪符体。はあ、なんとかなりましたね。この辺りにはもういないみたいだけど、屋敷からはさらに強い妖気が放たれてる。ならばここから先は私と黒無常白無常の三人で行くとしよう。生命、お前たちをむやみに危険な目に遭わせるわけにはな。犬神、お前はここで神楽たちを守り、私たちの帰りを待ってはもらえないか。ふん、
番犬ということか。うおぉ！主の命、この犬神、喜んでお引き受けしよう。じゃあ早速屋敷に突入するか。生命殿、気を引き締めて参りましょう。なんだ、鬼一匹いないじゃないか。戦わないのであれば、それに越したことはありませんよ。気をつけろ。ここら一帯に殺気が高まっている。え、これは手足の感覚が。力を奪う結界か。従者よ、姿を現せ。今生命が扇を振るった途端、屋敷に浮かび上がったやつは九段の老婦人のようでしたね。しかしあの力は一体。人のものともあやかしのものとも違う、混ざり合った半人半妖のようなものだった。ばあさんがいつまでも生きてる謎もそこに関係してそうだな。醜い体になってまでこの世に留まり続ける哀れなる魂、それを救うのもまた私たちの役目でしょう。確か定員に来た時、整然と黒無常は言っていたな。お前たちはどうして鬼使いになったのだ。ああまあ、俺たちの仕事は霊に寄り添い霊を助けてやるのが基本でな。時には復讐の念に取り憑かれた霊に俺たちの力を貸して仇を打たせてやることもあるのよ。だが仇を打った霊は罰を受ける。力を貸してくれた奴の代わりに鬼使いになるんだ。そして力を貸した鬼使いは己の役目から解放されてあの世に行くことができる。一人で永遠に冥界送りを続ける、孤独の呪縛から解き放たれるのですよ。だがお前たちは二人のようだが。はい、私は黒無常に引き継いで彼の記憶を消した上で生まれ変われる予定だったのです。だが俺が契約を破ってな、異例の二人の鬼使いとなったわけだ。だって悲しいじゃねえか、せっかく仇を討って死んじまった弟に再会できたのによ。私はあなたのことを覚えていないので、あなたが本当に兄なのかわかりませんけどね。白無常のやつ慎重でよ、ぜひあんたを連れてきたいって言ったんだ。弟はお前を覚えていないようだが、悲しくはないのか。俺たちは生前両親にひどい目に遭わされてな、あいつは死んだ後親父に復讐を、そして俺があいつの仇を討つように母親に復讐をした。そんな一蓮托生の俺たちだったから、あいつが殺された時の方がよっぽど悲しかったさ。ここどうして、どうして、ここから、どうして。なんだ、どこからか鳴き声が。私たちの声に反応して助けを求めているのでしょうか。見えぬ相手であれば見えるようにすればいいだけのこと。先ほどより明確に鳴き声が聞こえるようになったようですが、生命殿。私の力を使って限界から機械へと世界を切り替えたのだ。鬼や邪悪なものが潜む世界の裏側か。なるほどな。正直最初は疑ってたんだが、実際すげえんだなあんた。泣き声を発しているものはどこでしょう。早く見つけて救ってあげなければ。お前は鬼使いとして真摯にことに当たっているようだな。私の職務は前後処置、この世をさまよう霊たちの後始末をきっちりすることです。助けを必要とする霊がいれば助けになりたい、そう思うものですよ。それは兄の方も同じ考えなのか。さあ、
クロム城がどこまでこの仕事に本気なのか分かりかねるところはありますが、戦いでは生き生きとしています。あなたのお役にも立つことでしょう。どうやら泣いてたのはこいつらみてえだな。力の弱い小妖のようですね。なぜこんな折に？わらべの妖怪に捕らえられたんだ。仲間が一匹一匹連れられていって誰も帰ってこない。次は僕の番かもしれない。お前たち小妖が捕らえられて帰ってこないとなると、老婦人がこの者たちを取り込み犯人犯妖の体になったということですか。しかもそれにわらべの鬼が関係していると。なるほど。無害な鬼を生け捕りか。放ってはおけんな。鬼が、これでお前たちは晴れて自由の身となった。仲間と嵐の妖怪については私たちに任せて、今のうちに逃げるといい。嵐の妖怪は気になるが、まずはあの老婦人を何とかせねばな。生命の術が破られた？誰だ？私はこの家に幸運を授ける、座敷わらし。お母さんは私が守っている。鬼使いが来る必要はない。今すぐ帰れ。その風貌、さてはお前がさっきの奴らを捕らえた犯人だな。あなたが小妖を使って老婦人の寿命を伸ばしているのであれば放っておけません。私は守らなければならないんだ。何としてでもお母さんを。さあ、私と共に戦ってくれ。これでよし。へい。どうやら妖怪は解けたようですね。だが俺たちを睨んでやがる。まだ戦う気なのか？当たり前だ。お前たちにお母さんは渡さない。お前たちにわかるものか、私が今までどれだけ救われたか。お母さんと出会った座敷わらし、先ほどお前は家に幸運を授けると言っていなかったか？ああ、そうだよ。利用されても、追い払われても、監禁されても、私は、私がいる家に幸運をもたらす、
それが私、座敷わらしという存在だ。だから人間は、私を同じ生き物だと思ってはくれない。道具のように扱われると思ってた。幸福を求める人間たちにたらい回しにされて、家々を転々としていた、孤独な私。そんな私を救ってくれたのが、お母さんだったんだ。お前が守っている老婦人が、あやかしであるお前を拾ったのか？お母さんの旦那さんは、とてもひどい人で可愛くないからと。ある日子供を床に叩き落として、殺してしまったんだ。私はその頃、前の家から逃げて、広場で遊ぶ子供たちを見ていた。私は、楽しそうなその輪に入りたかったのだけど、化け物だって、逃げられてしまった。泣かないで。お母さんは、ここにいる。お母さんに連れられて、この屋敷に来て、お母さんは、私を自分の子供に重ねてる。身代わりにしてると、少しずつ分かっていった。そうでもしなければ、失った子供の悲しみに心が耐えられなかったのだろうな。そう。それも、理解した。だから最初はうざったく思ってたんだ。けど、私が旦那さんに蹴られそうになっても、身を挺して、私を守ってくれた。おやつをあげる。そばにいるよって。本当の子供のように可愛がってくれて。しかしながら、あやかしと人間では、同じように年を取ることができない。お母さんの寿命が来てしまったのですね。幸運を授ける存在なのに、誰からも感謝されたことなんてなかった。初めてだったんだ。たとえ身代わりとはいえ、あんなにも私を愛してくれた人は、悲しかったんだ。幸運を授ける存在なのに、お母さん一人の命も救えない、自分の無力さが。それで商用を集めて、その命を婆さんに使ってたってことか。ですが、話を聞くに、老婦人に構わず、この者が独断でやったようにも思えます。だが、その結果はお前も知っているはずだ。人とあやかしの力が混じり合い、化け物となっている。ぼう、いや、私の可愛い、可愛い、ぼう。なんで私に向かって。ち、もう座敷わらしのこともわからなくなってるのか。あの者が危険です。助けましょう、生命殿。目覚めよ、時は来た。この教師。お母さんが私に悪気を放つなんて。命をつなぐために取り込んだ商用は一体や二体じゃねえだろ。
もはやあの体は、いろんな命が勝手に暴れて、自制が効かないものになっているのでしょうね。お母さんに何を？もういい。もういいんだよ。私の可愛い坊や。この声は？私の力を使って、半分抜け出ていたご婦人の霊と会話できるようにしました。お前が私を延命させようとしてくれたことも、お前が本当の子供でないことも知ってるよ。よく長いこと私のそばにいてくれたね。ありがとう、坊や。お母さん！私、ごめんね。ずっとそばにいるって約束、守ってあげられなくて。いいの。私はそれより、お母さんが、私は、子供とは別人の私を、本物の子供みたいに扱ってくれたのが、嬉しくて。お前は、確かに、私とは血がつながってないけれど、私の子供には違いないよ。坊やと出会ってからは、ずーっと幸せだった。お母さん。よかったじゃねえか。お袋さん、お前のことちゃんと見てくれてて。そして、ご婦人は、もういい、と言いました。あのような体で、この世に留まり続けるのも苦しいのでしょう。座敷わらし、お前もまた、お母さんと同じく彼女を愛しているというのなら、この二人が、お母さんを冥界に連れて行くのを見届けてやってはどうだ。座敷わらし、いい加減、お前のお母さんを化け物の苦しみから解放してやれ。孤独は辛いですが、今のあなたの心にはご婦人との思い出がある。大丈夫なはずです。それでも寂しいというのであれば、私の家に来るといい。琥珀に神楽、犬神、どのものもお前をひどく扱ったりはしないだろう。お前の母親代わりにはなれないだろうが、お前の良き友にはなってくれるはずだ。どうだ、座敷わらし。私、間違ってたんだね。自分勝手に。お母さんの体も考えず、お母さんを延命させて。最後に、別れる前に、お母さんと言ってやれ。お母さん。では、生命殿。私たちはこれより、ご婦人の魂を冥界に。世話になったな。また会う機会があったら話そうぜ、座敷わらし。私と？俺たちも孤独がどれだけ寂しいもんか、痛いほどわかってるからね。あなたが悲しんでいるところなど、私は想像もつきませんが、まあ、確かに私もある意味、孤独から救われた者の一人なのかもしれませんね。あ？どういうことだよ。あなたといると退屈しない。簡単に言うとそういうことです。あまり長居しても申し訳ありません。それでは。はあ、どうなるかと思いましたが、今回もこれにて一件落着ですね。今日から共に過ごすことになるのだな。握手をしよう、座敷わらし。これからよろしく。どうした？まだお母さんのことが辛いか？それはもちろん忘れることなんてできないけど、こんなに温かく私を受け入れてくれる場所が他にもあるなんて知らなかったなって。世界はお前が思っているほど狭くもなく、ひどく濁り切ったものでもない。今からは与える側ではなく、
自分から幸せを得ていけ、座敷わらし。清明さん、あの、お願いがあります。私に少しだけ一人になる時間をいただけますか？え、琥珀たちと過ごすの嫌になったんですか？うん、そうじゃない。泣きそうなほど嬉しいんだけど。清明さんの言うように、世界は狭くもひどく濁りすぎてもいないのかもしれない。私自身の幸せについても一度一人になってじっくり考えてみたい。だから、辛くなったらいつでもここを訪れるがいい。はい、ありがとうございます。お母さん、私もう寂しくないよ。ここからは一人で歩み出していけそうな気がしてる。私頑張るから、空の上から見守っていてね、お母さん。
氷で閉ざした心に鼓動などあるはずないだろう。剣にためらいは禁物。ああ、新鮮な石。
連射主ケチガン救急如立量紙すきの邪魔しないでよ。リン、リョウ、救急如立量うちに助けてほしいんですか。リン、リョウ、救急如立量救急如立量さあ虫たちよ、餌の時間じゃ。リン、リョウ、救急如立量しんしんと雨が降る。私を呼んでいるようね。しんどすか。さあ虫たちよ、餌の時間じゃ。うちに助けてほしいんどすか。you